ツラカミカの祠は、ゲルドキャニオン眺望台からすぐ西にあります。道からややずれた上の方にあります。ツラカミカの祠に入りました。電気を流して大きな歯車を動かします。左側の鉄球をウルトラハンドで掴んで右側の鉄球にくっつけましょう。歯車が動き出します。歯車に乗って上に上がっていきましょう。次も鉄球と鉄球をくっつけて電気を流します。しかし、鉄球を引っ張っても届きません。そこで、片方の鉄球を揺らし、その間にもう一つの鉄球をくっつけましょう。トーレルーフで上に上がります。歯車の上にある宝箱を入手します。戻れ子を使って逆回転にして歯車の上に上がりましょう。ゾナニウムの剣盾、ゲットだぜ。電気の流れている鉄球の鎖を鉄の棒に引っ掛けましょう。次に2つの歯車の間にある棒をウルトラハンドで取り外します。棒を先ほど鉄球の鎖を引っ掛けた電気の流れる棒と隣の棒の上に置きましょう。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。